17人抜きの15歳ドルーリー守衛者と9分2秒で区間新も、8分台が出したかった。全国都道府県対抗女子駅伝、15日たけびしスタジアム京都発着。3年ぶりに有観客で行われ、大阪が2時間15分48秒で8年ぶり4度目の優勝。18位の岡山は3区3キロで、主要大会での駅伝経験がなかった中学3年生、ドルーリー守衛里、守衛里、15、イコール鶴山中イコールが17人抜きで9分2秒の区間新記録を樹立。ドルーリーは将来の有望選手として、未来勲章に選出された。豪快なストライドが生み出す加速に、3年ぶりの沿道の観客からどよめきが起こった。一人一人前を追って走っていたら順位とタイムがついてきた。38位で襷を受け取ると、たった3キロで17人抜きを達成。21位へと順位を上げたドルーリーは、何人抜いたか覚えていない、とはにかんだ。2013年の高松もチムセンビ、大阪、19年の南ヒューガ、千葉、の持つ9分10秒の区間記録を8秒も更新した。しかし、8分台が出したかった、と狙ったのは大台。それを出し得る潜在能力を十分証明した都大路デビューだ。所属する岡山鶴山中の陸上部は女子3人男子8人の小所帯。3年生はドルーリー一人で女子の駅伝は経験しなかった。また、昨年の都大路も貧血の影響で出られず、今回が本格的な駅伝の初戦だったため、襷の受け渡しなどを練習して臨んだという。昨年10月の U16 大会の1000メートルでは、大会記録を更新する2分45秒84で優勝。2000年シドニー五輪マラソン代表で岡山を率いた山口栄里監督、50、も、中学生の走りではない、と素質に舌を巻く。カナダ人の父と日本人の母を持ち、タレントのトリンドル・レイナを思わせる15歳は、今春からの高校生活へ向けて、インターハイで活躍したい、と夢を語った。菱形ドルーリー守衛里、ドルリ守衛里2007年11月16日、岡山県津山市出身。小学4年の時に津山ジュニアで陸上を始める。小学6年で県大会800メートル優勝。昨年は夏の全国中学選手権の1500メートル、秋の U16 大会の1000メートルを制した。中学では陸上部の主将を務めた。父がカナダ人で母が日本人。趣味は美術で、県から水彩画を表彰された経験もある。身長157センチ。ドルーリー守衛里、岡山が17人抜きで区間新。中国勢は広島の15位が3上位、全国都道府県対抗女子駅伝。皇后杯第41回全国都道府県対抗女子駅伝が15日、京都市のたけびしスタジアム京都を発着する9区間42195キロであった。大阪が2時間15分48秒で8年ぶりの優勝を飾った。2位は京都、3位は福岡だった。中国勢は、広島の15位が最上位。岡山が18位。山口は21位。鳥取は41位。島根は45位だった。また、3区3キロで、ドルーリー守衛里、岡山津山鶴山中が9分2秒の区間新をマークし、17人抜きの快走を見せた。タイムは速報値。中国新聞社。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。